超かっこいい。もうクソかっこいいんですよ。もう何回もそこだけ聞きましたよね。もう変態だな、うん。変態でいいわって思いました、俺も。皆さんこんばんは。HC ラジオのお時間です。MC のシュウです。マサです。よろしくお願いします。今回の動画はですね、はい、最近聴いているおすすめしたい曲3選でございますね。はい。まあこれはちょっと前にやったですね、うん、まあ最近これ聴いてますっていうね、うん、やりましたね。曲のまあ延長というかね、はい、第2弾みたいな形ですね。はい、では今回は私の曲を3曲、はい、一気に発表してから、その理由をですね、はい、まあプレゼンみたいな感じでお話をしていきたいと思います。はい、まあまずはですね、はい、Ado ですね、Ado さんの永遠の悪類っていうね、この曲がまあまず1曲ですね。はいで2曲目がですね、はい、これもユーリさんのですねベテルギウスですね。なんか言えや。って言われるのもまあしんどい。まあまずまあいいですね。まああとですね。で3曲目がですねヒステリックブルーのナズでございます。もうこれはね迷ったんですけど、まあちょっとこれもまあぶち込んでね、まあこれをまたちょっとお話ししようと思います。こんできたなー、なぜですかね。これはもうやばいでしょ。いやー、これはすごい。もうぜひね、もう最後まで楽しんでいただきたいです。そうですね。はい。まずね、まずAdoさんのね、永遠の明くる日ですね。まあこれまあ何が好きかってまあこのがなりと、まあハイトーンボイスとあとまあ本当に太くて、まあ芯のあるね、なのにちょっと繊細な感じの声がもうたまらなくてですね。ついてきてますか？全然ついてます。これはあれですか？ちょっと今聞こうと思ってたんですけど、アルバムの曲ですか？アルバムに入ってないんですよ、これ。これ最近出た曲なんで、一番新しいんですよ。そうなんです。で、マスさんに貸して狂言には入ってないんですけど。あ、そうなの？そうなんです。で、まあこれがね、A メロとサビだけなんですけど、A メロは本当結構静かなんですよ。でもこれのサビで一気にこうね、ドガンとね、ハイトーンで爆発するんだね。そうなりそうだよな、展開的な曲の。これがもうたまんないんですよね。歌詞で言うとですね、さよならみたいに言わないでよねっていうね、このね、歌詞があるんですけど、その後のね、もう愛しているっていうとこがあって、このもうの感じがいいんですよね。聞いてくれ。その言い方が。そう、もうのビブラートのかかり具合がたまるんですよ、もうね。本当最近本当絶賛してんな。絶賛ですね。マジで。正直ライブに行きたいと思ってます。うわ。埼玉スーパーアリーナに僕は行きたいって。全然ハマってんね。めっちゃハマってますね。狂言毎日聞いてるからねっていうね。はあ。ぐらいなんかねすごい妙にやっぱねかっこいい女性の声だから椎名林檎さんとか弱いんですよね。ああまあ好きだよね。そうだね。大好きなんですよ。なんかあんまそんなにぶっちゃけ。普段ね女性アーティストよりか男性アーティストは聞くんですけど、女性アーティストは一貫してこういうかっこいい系に弱いんですよね。確かにね、椎名林檎さんのね巻き舌っていうんですか、あれ前昔から言ってるじゃん。言ってますね。そうそう、巻き舌ね。あれやっぱ最近特に私もね、ああすげえかっこいいわと思う。思いますか？昔からそんなに聞いてなかったんで、まあまさかそこまで聞いてないですね。そう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 。まあだから巻き舌とね言い回しとか、そう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 、やっぱかっこいいですよね。もうオリジナルね、各自のそのオリジナルの歌い方っていうか、そうですね。もうねたまらんのですよ。だからやっぱ椎名林檎さんもカバーしてるんですよ、 YouTube とかで。本能とか歌ってるんですけど、かっこいいです。やっぱ合いますよ。ああ合いそう。めちゃくちゃ合いますよ。最高ですね。であともう一個が歌詞でね、今時間を止めたね1秒くらいっていうところがあるんですけど、実際に今時間を止めたねの後に1秒止まるんですよ。今時間を止めたねで1秒止まるんですよ。へえ。もうこの1秒止まったところが最高にかっこいいんですよ。俺たまんないんですよ、これがもう。それ止まるって本当に止まるんです。へえ。パッて。そう。ちょっと無音状態みたいな感じ。そうなんです、そうなんです。また歌が続くんですけど、そんでその後に歌が始まるんですけど、止まってからで見惚れていたなんて言えなかったよっていうんですけど、この見惚れっていう部分の低音なんですけど、クソかっこいいんですよね。それはマジで超かっこいい。クソかっこいいんですよ。もう何回もそこだけ聞きましたよね。変態だな。変態でいいわって思いました、俺も。いやそんなハマってんだ。いやめちゃくちゃいいっすよ。そこまでハマるとは思わなかったなと思って。思わなかったんですよ、私も。なんだか知んないけどね、ハマっちゃったんですよね。だからもうね、本当これはね、ぜひね、YouTube で、まあ当然まあアルバムもね、アルバムもいいので、これ楽しみですね、私ね。ああ、ぜひ聴いてください。もうね、本当にね、いい曲しかないです。私もね、嫌いじゃないですからね。あ、頼みますわ、本当に。歌い方というパンチのある感じの雰囲気はね、そう本当ね、もういい歌、特に「Ado」っていう歌があるんで最高です。もう聴いてください。で2曲目、まあこれはちょっと無言になったベテルギウスなんですけど、まあこれ「ドライフラワー」で有名なミュージシャンなんですけど、正直最初そんな「ああ」みたいな感じだったんですけど、そう言ってたよね。だから無言になったの。お前話違うだろって。そういややっぱなんかこれで聞いてるうちにやっぱ良くなっちゃったんですよね。すごい。笑いながら言うね。B メロがね、特にやっぱかっこいいんですよね。そう。バラード系ですか？いや、バラードではないですね。結構ポップな感じ。ポップな感じですけど、サビが本当に力強くて、メロもめっちゃ耳に残って、そう。まあ高くて歌えないんで、特に難しいんで歌えないんですけど。ちょっとやっぱ歌い方この方も独特です。独特ですよね。あの声がね。そうそうそう。イントロがないんですよこれ。A メロから始まってみたいな、で C メロがあって A メロで終わるみたいな、だから結構その歌がずっと自分の声で詰まってるみたいな、休みがないみたいな感じだから、それもなんか「おお」みたいな「なるほどね」みたいな、そうだから結構曲を通して有利の声が聴けるみたいな。ああ、その曲の構成もあれなんだね。なんかちゃんと解説してる。俺は結構だからこれもだからよく聴いてますね、普通に。あと結構ねギターもかっこいいんですよね。そう意外だな本当に。ギターも結構そうなんかね、アルペジオがね結構 A メロと 2A メロが変わったりとかして、あ、それは面白いな。そういう変化はやっぱ感じるのは面白いよね。そうなんですよ。これもねぜひね、聴いてない人は聴いてほしいですけど、俺は普通にいい歌だなって思っちゃいました。へえ。そうそう。まあカラオケで歌うのは相当難しそうですね。なんか実声とファルセットのこの交互に出すのが難しそうな感じの。そういう歌い方のテクニックも。満載なんでな。満載ですね。非常にいい歌なので、これも聴いてほしいですね。じゃあ私も聴いてみます。聴いてください。ぜひ。で、まあ3曲目ですね。これが、まあ、これはちょっとですね。時代がいきなりこう、時代が一気に変わってきて。いや、これね、正直、あげようかどうか迷ったんですよ。正直、そういう、わかりました。まあ多分もう皆さんも分かったと思うんですけど、まあ確かにね、ギターの人は、ギターの人はやらかしましたよ。本当に正直、まあ言ってしまえばお前バカ野郎って話なんですけど、ちょっと今私たち真面目にね話しますね。そうなんですけど、ただ曲に罪はないんですよ。ないです、ないです。本当にこの曲に対しては何の罪もないので、まああげようかどうか悩んであげく、まあいいやと思って、これ久しぶりにこれを聞いた時にもうなんていい歌なんだって思っちゃって、本当に最高じゃねえかこの歌ってね。いや最高ですよ。いやもう98年ぐらい、89ぐらいですよね。なんで名曲ヒステリックブルーのなぜ、本当名曲だからこれ。なんかあれですか、最近聴いてるきっかけっていうか、いやなんか単純にマサさんからこうねいただいた変態セレクションって私たちの命名してるね、そう命名してるまあ歌があるんですけど、まあ要はまあ夏メロ集ですね。そうですね。それをちょっとまあ電車の中で聴いてたら、これクソいい歌だなと思って、そう。最初のイントロからいいじゃないですか。そうそうそう。なぜからもう、うわ、めっちゃいい歌だなって思うね。すでに切ない。切ないですよね。いや、本当だからね、タイトル通りなんですよ。お前ギターなぜだよ。本当になぜだよ。いや、なぜですよ。そう、本当になぜって。なぜ。そう。やらかしたと。そうそう。っていう、本当に思ったぐらいに、もったいないなって思ったんですよ。だから今回ちょっと、もうちょっと言わせてくれ。いや、まあ、名曲は名曲です。名曲なんですよ。本当にね、なんかね、ギターうまいんですよ。みたいですね。テクニックもあるし、普通にギターソロとか、まあ、スイープ奏法とかっていうのを使ったりとかして、あとまあベース、はいね、佐久間さん、もう亡くなっちゃった佐久間正秀さんがベース弾いてるんですけど、ベースがめちゃくちゃいいんですよね。もううららなっていうベースがもうやべえ人がベース弾いてんじゃん。やべえ人がベースなんですよ。もうゴリゴリにね、いいフレーズをね弾いてんですよ。そう。まあソロも。よかったな。そうそうだよね。もちろん歌もね、やっぱタマさんの歌もやっぱ最高にいいしね、キャッチーだし、もう耳に残るし。やべえな、ちょっとそれやべえな、久しぶりに聴いてな。いやいいですよこれ。これはマジでもう知らなかった。まあ俺ら世代は知ってるとは思うんですけど、まあ若い人たちも聞いていただきたい。いや、ヒステリックブルーは若い人たちでも聞きやすいと思いますよ。いや、聞きやすいと思いますよ、本当に。うん、非常になんかポップだし、うん、耳に残るしね。当時はね、ジュディ・アンド・マリーとか、はい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 、いたでしょう。はい、いましたね。まあね、ジャンプね。で、ちょっと似てるじゃないですか。で、似てるって言われてたんですよ。言われてたでしょ。そう。でも今聞くと。別に似てないです。もちろん全然違いますけどね。全然違うんです、今なんかね、当時は声が似てんじゃない、声が似てるからなのか、そうすごい似てる似てるとかなんか言われてたけど、いや今聞いたら全然違うわって思いましたね。なんであの頃あんな似てる笑ってたのかなって思うぐらい全く違うしねっていうね。そう、それは思いましたね。で、あのね、ボーカルのあのね、タマさん、うまく歌い方を使い分けてんだよ。ちょっとふにゃふにゃしたいう声の出し方の時もあるし、ちょっとなんかまあすげえそう感じで、なんかちょっと低音があったりする時はなんかまあちょっと言い方悪いかもしれないけど、真面目にっていうかなんていうかあるでしょ。まあその声の使い分けがね、使い分けがすごいね。それもなぜでもあるし、ありますね。しかもあれ作詞作曲がドラムなんですよね。そうです。そうそう、作詞たまちゃうんかいって俺たちは思ったんだけど、思ったね。そう、作詞そうなんですよ。ドラムかいって俺は結構びっくりしたから、そう。若いことは抜きにして名曲は名曲ということですね。そうですね。もうその通りでございますね。素晴らしい曲なのでね。ぜひ、まあ他にもそのさっき挙げたAdoさんとね、ゆうりさんももう素晴らしいので、まあ特に最近のね、そうですね、人気のある方々ですからね。本当にね、まあちょっと織り交ぜていいですね。なぜいいですね。なぜいいです。なぜおすすめ。若い世代におすすめいいです。いや、若い世代の本当聞いてほしいな、マジで。ぜひぜひ。素晴らしい。曲に罪はないということで。はい。聞いてみてください。はい。HT ラジオでは皆様からのコメントどしどしお待ちしております。また動画が面白いと思っていただけましたら高評価、スーパーサンクス、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回はこの辺りで失礼いたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴。ありがとうございました。